10月の中旬、北海道は紅葉が見ごろです。出発前にちょっとローソンへ寄り道、ドライブのお供のホットコーヒーを買います。千歳市と札幌市の間、恵庭市にある白線の滝へ行きます。さて、いよいよ定山渓へ。どうですか？京都の嵐山にも見劣りしないこの景色。こんな景色を進むと、やっと定山渓温泉が見えてきました。ゆらり揺られて湯の煙と書いてあります。ちょっと昭和の雰囲気が漂う感じです。変わってこんな近くに見えたんですよ。変わっていいんじゃない。あったかい。そう。あったかい、あったかい。いい感じ？いい感じ、いい感じ。ちょっと暑い。暑い。温泉の温度はなんと80度です。ここでは温泉卵を作ることができるみたい。さて、公園の中を少し進んで、定山渓の目玉、二見橋へ行きます。赤い鮮やかな橋と紅葉が見事なバランスです。
いては岩戸観音堂へ。洞窟がある少し変わったお寺です。2人分600円を払っていざ出発。洞窟の中は少し暖かいです。少し小さい、このような感じで観音像が33尊ありました。さら狭くなる、さらに165センチでギリギリです。行き止まりだったので引き返す私たち。ちょっと不思議な体験でした。最後にソフトクリームを食べて私たちの旅も終わりです。また次の動画でお会いしましょう。